どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在、この動画を撮影しているのが、7月3日水曜日の試合終了後なんですけれども、タイガースは本日カープと戦いましたが、結果2対1で勝利ということで、首位カープに連勝。このカード勝ち越しです。いや、この2勝めちゃくちゃ大きい。7月非常にいいスタート切れてるんじゃないかということで、今日のゲーム内容についてお話をしていきます。 よかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速お話をしていきますが、まずは序盤のタイガース打線で個人的に注目していたのがスタメンだったんですが、特に3番ですね。島田選手のスタメン起用、前日から岡田監督は示唆していた中で、一体誰を3番に入れるのか。で、本日朝の動画で理想は前川選手だけど、5番でハマってる分どうかと、まあ、このような内容をお話しさせていただいたんですが、岡田監督は実際今日のゲーム、前川選手を3番で起用しました。 そして岡田監督が以前語っていた理想の打順5番佐藤輝明ここが今日のゲーム完全にはまりましたねというのも2回の第1打席インコース少し低めのストレートでしょうかこのゾーン佐藤選手の打球めちゃくちゃ伸びるんですよねでこれを完璧に振り抜いた一振りは4月21日のドラゴン戦以来自身123打席ぶりの一発4号先制ホームランになりましたいやもう上がった瞬間声出ましたもう帰り佐藤輝明っていうねまさに佐藤選手らしい一発で 打ったのはストレート。いいスイングができました。久しぶりすぎて。まずは先制できたので、ここからも頑張りますと、このようにコメント。佐藤選手は6月、15試合で打率2割9分1輪ホームランは出ていませんでしたが、ツーベース5本、スリーベース1本あって、OPS は7号に。状態右肩上がりで7月に入り、昨日のゲームはヒットありませんでしたが、ついに出た待望の一発。やっぱり佐藤選手に一発出ると、チーム全体が乗る、非常に大きなホームランになった。 で、一方、タイガースの先発は大竹投手です。で、先月大竹投手は29日に誕生日を迎え、29歳になりました。で、大竹投手はこの29歳初登板に向けて、現状を維持しようとか、衰退しないようにとか、そういう意識じゃなく、どんどん向上していくというか、置き換えていくというか、そういう意識で毎日過ごしたい。どういうチーム状況とかあまり気にしていない。自分の役割は週1回投げること、それをしっかり全うするだけと、大竹投手といえば完全カープキラー。昨シーズンは7試合先発で6勝0敗、防御率が0 5 なら で、今シーズンもここまで2試合投げて、1勝0敗、防御率0.69ということで相性抜群。カープ相手に白星を積み重ねる上で、大きなカードになりますが、序盤3イニングをパーフェクト。で、試合は中盤に入り、5回2アウトまで、大竹投手は完全投球を続けていました。ただ、菊池選手の3塁戦へのサードゴロ。これ難しい打球で、佐藤選手うまく取ったんですが、まあ、送球がワンバウンドしてしまい、2アウトランナー2塁。大竹投手はエラーで、初めて今日のゲームランナーを背負いました。ここはなんとか踏ん張りたいと これだったんですが矢野選手に同点3ベースを許してししてままいましたただその後のピンチはなんとか抑えて最小失点でその後すぐの6回の攻撃です悔しいエラーがあった佐藤選手またも見せてくれましたというのもレフトスタンドに今日2本目となる5号ソロこれが決勝点になりました佐藤選手の1試合複数本塁打は去年5月の14日以来自身6度目自らのエラーを取り返す一発になりましたが逆方向へいい形で捉えることができました 自分のミスで追いつかれてしまった後だったんで、なんとか取り返したい気持ちでした。勝ち越すことができてよかったですと、このようにコメント。いやー、やっぱり佐藤選手、もう一言でまとめると、本当に花がある選手ですね。まあ、魅力たっぷりすぎます。いいところも良くないところも、まあ、どの選手にだってあります。幸福調の波も、どんなスーパースターにもありますからね。ただどれだけ状態落としていたとしても、この一発の破壊力というのは、タイガースでもう唯一無理でしょう。 先制ホームラン、エラーが絡んで同点、そして直後に勝ち越しだ。もう一人でゲームを動かしましたが、なかなかできることじゃありません。まあ、送エラーはもちろん反省点ですけどね。ただ、抹消前と昇格後、エラーの内容が全然違いますよ。まあ、最終覚悟の守備は本当に安定してますし、あの期間は決して無駄ではなかったと、そう思える成長を見せてくれてるんじゃないでしょうか。まあ、言わずもがな、タイガースの看板選手ですからね。今後も戦っていく中で、まあ、好不調の波はあると思いますが、やっぱりタイガースが浮上していく上で、この選手の継続爆発は 欠かせませまんで、その後試合は終盤に入りましたが、先発大竹投手は7回を投げました。球数97球。 バッター23人に対して、許したヒットはわずか2本。奪った三振は1つですが、与えた四死球はなく1失点。自責は0。これでシーズン防御率は2.52。そしてカープ戦の無敗記録はまだ続くということで、ものすごいキラーっぷりですね。で、今日の大竹投手を見てると、まあ、中盤から終盤にかけ、まあ、普段織り混ぜているスローチェンジアップ、まあ、この割合がどんどん増していたように感じます。まあ、シーズン序盤、なかなか状態上がらず、そこで岡田監督が一言、遊び心を持てと、まあ、そこから昨シーズンのように 緩いボールも織り混ぜながら大竹投手らしいピッチングが復活してきたなという印象なんですが特に今日の試合終盤スローボールを多く織り混ぜていました、まあくまで眼表示にはなりますが僕が見ていた限り一番遅いボールで72キロでしたかねで今日の最速は142キロだったと思うんで緩急の差で言うと約70キロいやこれバッターからすればめちゃくちゃ難しいですよでこのスローチェンジアップに対し結構カープのバッターががっついてきたというか少し強引にそのボールを捉えようとしていたんですがもうそれがことごとく はまっていました毛竹投手の流れでしたねでその後の系統ですがまず8回ゲラ投手がマウンドに上がって ツーアウトからヒットを許し、左の松山選手を迎えたところで、桐リ投手を投入。で、その桐リ投手が、しっかり松山選手を抑え、ラスト9回は岩崎投手が、しっかり3人で抑えたということで、まあ、打線に関しては佐藤選手の2ホーマーのみ、まあ、2得点という形ではありましたが、全体ヒットは9本出てます。ですので、一時期の、なかなかヒットが出ないという状況から考えると、まあ、間違いなくチーム状態は上がってるんじゃないかなと。その他の野手でいうと、近本選手にマルチアンダー、ここも大きな要素かなと。まあ、1打席目のライト前も、 しししっかり捉えたた打球でしたし5回ののピッチャーへの内打これ、ボテボテの打球ではあったんですがこういう打球がヒットになってくると野手はどんどん気持ちの面でも乗ってきますからやっぱりタイガースの本来の形って1番、近本選手2番、中野選手が出て後ろのバッターが返す。 で、今日は3番に前川選手が入りましたが、まあ、しっかり3打数1安打。で、1つのフォアボールがあるということで、まあ、この出塁能力も本当に大きい。で、今日は大山選手に当たりがありませんでしたが、その後ろを打つ佐藤選手が、まあ、しっかりホームラン、も長打が出るとなると、よりタイガースらしい野球がやりやすくなる。で、6番に入った島田選手も、ファーストへの内野安打があって、今日もしっかり3打数1安打。今日は森下選手と野口選手が、それぞれ代打で起用されましたが、まあ、当たりはなかったということで、まあ、今後も右ピッチャーの時は、まあ、島田 選手がライトで、スタメン起用その可能性が高まってきてきるかなとで左ピッチャーとなった時に、現状どうかなというところですね。森下選手と野口選手、で、今1軍には豊田選手もいますから、様々な選択肢がある中で、主力選手の状態が上がってきてるというのは、めちゃくちゃ大きな要素です。そして、ピッチャー陣に関しても、昨日完封、そして今日は1失点。7月のスタートから、タイガースらしい戦いできてるんじゃないかなということで、明日の3戦目かなり重要です。今後の流れも引き続き、注目していきたいなと思います。はい、ということで、今回の動画では、 本日7月の3日に行われたカープとの12回戦についてお話をさせていただきました結果は2対1で勝利ということでタイガースは連勝そして岡田監督はタイガースの監督として藤本監督と並ぶ球団歴代最多514勝を記録しましたそして主位のカープとは2ゲーム差上昇気流に乗っていけそうな気配です今後の展開も引き続き注目していきましょう皆さんは本日のゲームどのように感じましたでしょうか よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげで、この阪神情報局、チャンネル登録者57,500人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。 次は目指せ。チャンネル登録者5万8000人ということで、今後とも阪神情報局、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日ドラホーありがとうございました。佐藤選手に1試合2発、今後に向けてもめちゃくちゃ大きい。明日の第3戦目も引き続き注目していきましょう。ではまた。